ポーズプラザです。今からですね、ちょっとお客さんから頼まれたもの見に確認しに行ってます。今日はですね、すごくいい天気ですね。日曜日のカオロンベって人いないですよね、絶対ね。ああ、結構綺麗な、ここめっちゃ綺麗な。ああ、そうか、こっから下行って、先生、本当にいい天気ですね。ちょっと写真撮りましょう。あれ、充電してなかった。全然ないわ、持つかな。綺麗ですね。それでここまっすぐみたいですね。これが何かの時来たよね。いつやったっけ、1ヶ月以上前、ホテルフォードプラザです。これ住宅はね、古いですけどね、こういうふうに見るとね、中はそれぞれイノベーションしてるから綺麗だと思うんですけどね。春日和ですね。昔ね、20年ぐらい前、いやそんなならへんかな、15年ぐらい前かな、一回ね、友達がここで会社やってて、でお昼ランチ食べに行こうって言ってカレーの店行ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったんですけどね、それ覚えてて、ま、もう一回行ったんですよね。で2回目行った時はあったんですけどね、その次から全然分かんなくなってます。誰かご存知でしたら教えてください。むちゃくちゃ美味しいです。イギリス式のカレーと言いますかね。そんな感じですね。だから、まあ、マレー方式っていうんですかね。めちゃくちゃ美味しかったです。どうやろう、結構有名だというふうに聞いてたんですね、その店。なので、なのでまだあると思うんですけどね、場所がちょっと思い出さなくて、結構ね工場で似たったとこがいっぱいあるんで、なかなかあれですね。さあ、だいぶ近くなってきました。あそこか、あそこやね。何を隠そう、今日は行くのマツダのショールーム、車を見に行きます。はい、まあ、香港来て車のショールーム初めてちゃうかな。ちょっとドキドキしてます。あ、カオロンベイ、まあ少しあるんですよね。マツダって日本でも多分一回行ったことあるかなっていうぐらいです。さて、どういう対応されるのかとかですね、ちょっと楽しみです、あっこは日産やね。日産の方がやっぱりでかい。マツダ、
回ちょっとあそこ座るやね。見てみ。僕飲みました。結構高いね。CX8 ですね。まあ6シーターと7シーターあるんですけども、どちらもだいたいクリスマスプライスで38万って言ってました。ということは540万ぐらいかな。高いね。538万で松戸の車を買いますかいう感じですけどね。あ、これイケアですね。前行きましたね。ちょっとね、森川弁当で森エクスプレス、ちょっと森エクスプレスで38万か。さっき言ったカレーの店ここちゃうかな思うんだけどね。ちょっと覚えてないからね。ちゃうかな。ちゃうね。なんかねこんな感じになったよね。あ、ちょっと集まってきたな。さて終わってしまったんですけど、あとまあもう一つ用事あるけどちょっとだいぶかかりますね。帰りますか。やっぱ安くなるような気がするの。日曜日やからね、今日ね、カウロンベイは絶対人いませんわな。ついちゃうよ。ついちゃうの食べたいな。さっき食べたからね。ついちゃうの久しぶりやな。食べたいな。なくなったんかな。さっきのとこやと思うんやけどね。こんなイケアのこの辺まで来んからね。ペンナン行きたいな。ペンナン電車で帰りたいと思うんですけど、これが僕もこの間来たからね。ラッサーマコフ、ラッサーマコフレクサスか。あ、しかし HSBC香港のね、セブンイレブンのおにぎり13ドルなんですよね。高いよね。でね、日本のね、100円のおにぎりまずいんですよね。仕方ないけどね。
暑いな。ここがオクトパスカーブ本社ですね。誰か感染者出たんでスーパー閉まってます。日本でこういうことあったんかな。どこのとこでも感染者出たら閉めますよね。で清潔にして何やろ瓶にしてミスター瓶並んでますね。